はい、皆さんこんにちは、ポラリスです。まず最初に前回動画でお伝えした TTRGB プラスとレイドカードのドライバーの相性問題、まさかこんなところに落とし穴があるとは思いませんでした。その途中経過を簡単に、最終的にはこれらは別の一本の動画にしたいと思います。前回の動画で紹介した TT シンクコントローラーと分岐ハブ、これらはすでに届いていて、早速テストをしようと思ったのですが、水冷配管が邪魔でマザーボードのアドレス RGB の端子にアクセスできません。これは本格水冷の大きなデメリットですね。組み直すときはこのあたりも考慮する必要がありそうです。正直なところ、この組み合わせでは動いたとしても 100% 希望通りにならないのは確定しているのですが、それを確認する意味でも動作検証は続けたいと思います。次の手としてはこんなものも用意しています。これできっと勝てると思います。さて、ここからが本題。今回は予告通り、この本格水冷パソコンを Core i9-9900K から Core i9-9980XE に変更するためにバラしていきたいと思います。空冷だったら単純にケーブルを抜いてマザーボードを外して付け替えるだけと、ハード的にはほんの15分程度のことなんですが、本格水冷ではそうはいきません。まずこの配管を取り外さないとマザーボードにアクセスできません。これは本格水冷の大きなデメリット。実際どういう手順になるのかご覧いただきましょう。まずはハードディスクを抜いて取り外します。とりあえず今回後ろ4台のハードディスクは単純に置いてあるだけなので簡単に撤去。残り2台のハードディスクはフロントベイから取り外しなので後回し。次にこのキラキラパーツの配線を処理していきます。単純に全てのコネクタを抜いていくだけです。そして前面側から来ている配線は全て前面側に逃がします。次に電源ユニットを外します。これは冷却水がかかって破損するリスクを回避するためです。どうせこの取り付けた状態ではプラグインタイプの電源でもケーブル構成を変更するのは不可能に近いので、今回のように大幅な構成変更の時にはいずれ外すことになるので、作業スペースも確保できるし早いうちに外すのがベストでしょう。次にいよいよ冷却水を抜いていきます。その1の動画でソフトチューブも購入してたと言っていたと思いますが、一つはここで使います。これを取り付けてバルブをひねると冷却水が排出される仕組みになっています。本格水冷はどこかにこういう冷却水を抜く仕組みをつけておかないと、配管を外すときに大事故になってしまうので注意が必要です。ただこういうパーツは高いです。このパソコンには2系統の水冷があるので、これが2セットついています。これだけでなんと左右合わせて1万円以上。本格水冷を含むにあたってこういうフィッティング類の価格は本当に侮れません。そしてこのソフトチューブの先はこれ、美味しい牛乳。これだとこんな風にチューブを突っ込んでおくと抜けないし、このホースのおかげで倒れないし、ちょうどいい感じでした。ただ実際に冷却水が抜けるのはこの部分だけ。小型の水冷パソコンならここで持ち上げてひっくり返したりして冷却水を移動させるのですが、この大きさで推定重量40キロ近いこのパソコンを持ち上げるのは到底無理です。ここで先ほどのソフトパイプがもう一度登場します。リザーバータンクの給油口の口を開けてここにソフトパイプを接続。ここから息を吹き込むと冷却水が動きます。次に接続を変えてラジエーターにつなぎ替えて、同じように息を吹き込み、冷却水をリザーバータンクに移動させてからリザーバータンク側にまたつなぎ直して息を吹き込む。これを繰り返すと 100% とはいきませんが、ある程度の冷却水の排出はできました。あとは残っている冷却水に注意しながらマザーボードを取り外すのに必要な配管を外していきます。こういった水冷ブロックの蓋は捨てずに取っておいて、外す時に蓋をしておいた方が残っている水が溢れるという事故が防げます。今回の動画のように構成を変更するたびに冷却水を抜いて配管を外す必要があるというのは本格水冷の大きなデメリット。さらにこの後の動画で紹介しますが、新しい機器に合わせて配管もまたやり直しです。ですが巨大なラジエーターをつけることにより実現できる圧倒的な冷却性能や、一つのアートともいえる外観はその大きな魅力ですね。今回 Core i9-9900K からCore i9-9800XE に移行するのに、このパソコンはこのまま残して新たに別のケースで組み直すというのも一つの選択肢ではありました。ですがやっぱりメインマシンはこのケースで本格水冷でいきたいと思っていますので、面倒ですが組み直すことにしました。
次回はいよいよ Core i9-9980XE とそのマザーボードの登場です。マザーボードはいろいろ試せる ASUS の Omega を選択しました。これらの開封、製品紹介、起動テストまでを行っていきたいと思います。このチャンネルは当面このように自作 PC の動画を中心にやっていきたいと思います。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。